はい、ラリホンです。なんだろう、カズヤのスピリットね。そう、前回のスピリット配信カズヤおらんかったよ、多分な。よくはちょっと珍しいんだよね。ステップキモキモ構成か、ステップキモキモゴキゴキ構成か、覚えてないけど。パワー強ー、相性悪いじゃん。ちょっとジンくん、ジンくんさ、ちょっと相性気にしてほしいわな、こちらトワプリガノリね。ジンくんさ、トワプリガノリに人権くれよ。俺気がつけ146番なんだ。これバグか、これバグやろ。これトワプリガノリの身長170センチある、ないかも。人権ないかも。ちなみに中野ラリホンさんはね、あの170センチあるんですけど、たまに169センチです。たまに169センチ、たまに170センチなんで、人権がある人代比があります。169センチで、もうめっちゃ噛むやん。もうめっちゃ噛む実況者の方が人権ないわ。ラリホンという側の中に人いますよ。その判定で死ぬかのは、ほら、オッケー。さすがにね、常識的に考えてってやつ。おい逆転していくよ。あんの ?229% から逆転すんのがやっぱスプリットのね、夢なんですよ、というわけで、オッケー。おい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 、ガロー、お !147%? これで勝ったら、しかも魔人剣狙っていくとか、そんなのありか。おい来い、はい、あんの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 、上京マスター、まさかの上京なんですよね。ガノン VS ドンキーの試合で、ドンキーコング VS ドンキーコングみたいな、そんなんがあるんですよ。バグった前田くんで、なんか今光ってたけど倒しちゃった。光ったら死亡確定なんかもしれない。スピリットガノンはみんな元気やな、活発で。おいガノン北斗さん、そう、もう今日スピリット配信に限ってね、元気なガノンが大量発生するんで、もう普通の戦闘で配信はもう元気な数やばっかりやけど。何これ、どういう個性、つなげ食えぬ、おい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 、三段ジャンプあるんだけど足りねえよジャンプが。いやいや、まさか、さすがにね、はい、オッケー。おいバッキャロ、調子にバカって言った、バカって言いました。はい、俺できるかもしれん、あのドナルドダックの真似。クビチョバドナルド、クビ、無理やな、分からん、モノマネできない、モノマネ実況者になりたいのに、もっと何言ってんのか分からん感じ。モノマネ実況者なめんだよな。ほら、アメディオーカービィのカノンか。このカノンはタックルだよね。なんか持ってるけど何、しゃがめば大丈夫、ジャンプすれば大丈夫、しゃがめば大丈夫、はい、DS しても大丈夫。つか、俺のこれがプロゲーマーしてんだ、くらえ。なんなら俺がジョブチェンジ、大取り狂う暴風。あー、惜しい、俺のグリームニルが、オッケー、え、出会えへんだけど、ああ俺の巨峰が玉切れ、玉切れとかのあれに、知らんかったけど、あれに玉切れあるんや。あ、巨峰はブドウ、あ、ブドウか、巨峰は。やばいやばいやばい、俺気がついたら最終ストックなんですけど、一体どういうことこれ。谷重頼むよ、谷重、谷重はなんでそんな意地悪なん、あー、なんでなんで、ここあれ、いや投げはないよ、そんなバカバカバカ、はい、あんの、さっき240%から逆転しましたからね、僕。うん、てことはあんのよ、200%から逆転、なめぶしたね、今その心なめぶしたね、今あんたなめぷしたね、なめぷ、あ、ほらほらほら。
今日はねコーヒー飲みながらやってんだよね配信。だから本当に冷静にできてるゲームを。なんか似たような構成多くねえか。 OK。 あらねえ嘘でしょ、俺が体で奪われた。そんなバカな、つかめない。魔人剣するのは読めてんだよ。今の完璧に読んでたよねってこと。うん、今の完璧に読めてたよねってこと。空母しない、弱弱めでおかしい弱とか弱っていうか、そんな細かいことはいいのいいの、メテオだけ当てればいいの。類規模になる方法、類規模になりたいってことは社会から追い出されたいっていうことなんやけど、よろしいか。うん、おすすめしやへんぞ。小中学生の将来なりたい職業ランキング、ワーストマイナス100億円類規模って。マスターコアってなんだっけ、なんか乳首の場所がおかしいみたいな。マスターコアなんか脇の方に乳首ずれましたね、なってましたね。はい、いやちょっとなんかおかしくない、体力実証ダメージ30。今スタート何パーです、今スタート何パーでした、はいしかも実証ダメージ30でなんか恩恵あるこれ。周りだけベースとスタートが 120% で、なるほどね、はじめから超必殺が使える構成ってわけね。はーい、はいはいはい、120スタートはただのおバカさんというわけで、はい、強っペーなんたらさんという YouTuber さんが類規模ルイージになりたいらしいので、最初は類規模になるとこからですよねと。どういうことや、どういうことや、わからん。ナイスバスト。いやルカリオでこれ超強いよね、思ったけど、まあ、死ぬけどさ。ルカリオでスタート120強そうだよな。なんかラリホンがルイキモの皮かぶってるんだけど、このアイコンはさ、ルイキモやねん。ルイキモかルイキモキッズやねん。おい、ルイキモキッズのラリホン来たって、存在しない世界線やん、これ。リトルマックやし。おい、ルイージじゃないんかい。なんなん、リトルマックって急に。じゃあ誰なん、これ。何キッズのラリホンなん、これ。ルイキモキッズでもないガノン使いでもないラリホン来ました、これ。は？やばいの来たー。あー、なるほどな。あの別の世界線のラリホンはなんかこういうやべえやつやったわけや。よかった俺今この世界線で。なんかおかしい世界線やったら俺多分こんなやべえやつだったやな、これな。よかった俺今こんなんで。オッケー、やばいラリホンもいるもんやな、別の世界線には。カタカナラリホンには要注意やな。大丈夫かなんだよこれ、やばい、スピード速いやつや、これ前回追ったやつや、これ前回。キャッチキャッチキャッチ、惜しい、痛いいや、メティを行こうと思っとったのになんか当たっちゃった。でも逆に魔人剣当たるのがうまい人みたいななっちゃいましたけど。はぁ、油断してた油断しとったらやべえの決められたんやけど。どういうことだよ、そういうこと、そういうコンボする構成やったん、今まで知らんかったけど。ちょっと待ってくれよ、なんだよそれ。足りてます、鼻水。あっ、うーんもうやっぱジャンプあってもやっぱり天井には逆らえなかった。これは勝ちます、私の炎が。そしてこれ空母からの魔人剣が比較で、いやいや全然あるよこれ、魔人剣が比較で、魔人剣が確定。さし死ぬんかい。オッケー、何やってんねー、何その初歩的なミス。ちょっともうなんか何年ぶりや、脳内愉快なパーティーゲーム、裸だから。スピードなしや、いやスピードなしにはね負けへんねん俺。今まで人生でね、あのスピード持ってない、作りてない人にね、あの負けた経験ないんで、ここまずあのね2ストックね自滅して、いいスト縛りですよね。はい、対戦よろしくというわけでいきましょう。負けるわけないんだよね、裸縛り。うん、もうね2段当たっちゃうんだよ、攻撃暴れ。はーい、
はいはいはい、復帰できないんだよね。オッケー、人生で一度もねえよ、うん、この謎のコンボ狙っていって、うん、スタラだけ食える一段止めとか謎のコンボ浮きすぎ、弱で割れすぎ、あーいいねー、かっけーじゃんラリホンガノン、弱で割れんだぜ、おいおいおお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 おこっちレベル99のスピリットやね。まさか裏魔人家で死ぬわけって思ってた時代が僕にもありました。